ヘッス・アントニオ・グスマン・アルバレスは、ベネズエラス・クレ州、クマナ出身のプロ野球選手、ウトウ・オミギウチ。2000年7月2日にシアトル・マリナーズに入団。2007年10月29日に、FA となった。2007年11月16日に、オークランド・アスレチックスとマイナー契約を結んだ。2008年は、ルーキー級アリゾナリーグ・アスレチックスと AA 級。 ミッドランドロックハウンズトリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレー11月3日に FA となった。2008年11月18日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2009年5月21日にメジャー初昇格を果たし、同日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューを果たした。2010年1月22日に 戦力外となり、40人枠から外れた。2月4日、AAA 級に降格。11月6日に FA となった。2010年11月20日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2011年6月16日に2年ぶりのメジャー昇格を果たし、後半戦は一類のレギュラーとして打率。312を記録した。2012年は、 新加入のヨンダー・アロンソが小一類種となり、グスマンは主に左翼と代打で起用された。2013年12月18日にライアン・ジャクソンとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。2014年1月17日にアストロズと1年契約に合意した。3年ぶりの120試合未満となる69試合の出場に止まり、最低1以上ホームラン。 打点を記録したシーズンとしては、いずれも自己最低の2本類が9打点に終わる。また打率188はメジャーデビュー後では自己最低かつ自信初となる200未満であり極度の不振に陥ったシーズンだった。一方、マイナーリーグではわずか4試合の出場ながらヒット8本試合数と同数の4打点を挙げ格の違いを見せつけた。オフには リーがベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのレオネスデルカラカスでプレーしている。2014年10月25日に同年限りで対談したキラカーイフェに代わるスケットとして広島東洋カープと1年契約で合意した。年俸は1億円プラス出来高と外国人選手の契約書年度年俸としては球団史上最高額当時になった。2015年開幕戦に4番。 一塁手として、スタメン出場し、8試合連続安打を放つなど、好調だったが4月5日の試合前に、左脇腹の痛め、一軍登録を抹消された。その後は、治療に専念し、5月1日に軍船で復帰を果たし、調整していたもののシーズン途中に入団した、ネート・シャーホルツと怪我から復帰したブラッド・エルドレットの、活躍で、外国人枠の関係からなかなか一軍に、 復帰できなかったが、7月24日には、第3出産立ち合いのため、抹消されたエルドレットに代わって、約3ヶ月ぶり1軍登録された。最終的に3本塁打に終わり、12月2日に、自由契約となったことが公示された。オフは、ベネズエラのウィンターリーグでプレー。2016年1月1日にシカゴカブスとマイナー契約を結ぶが、 3月30日に解雇となる。4月8日にメキシカンリーグのティフアナブルズと契約。5月29日に解雇となる。2017年は、ベネズエラのウィンターリーグに参加。2018年もウィンターリーグでプレー AB パドレスセレクト INF、オブヤソグズマンフロムトリプル A トゥーソンハットアストロズ、アクワイア、クズマンフロムサンディエゴ MLB.com ハット。 アストロズアグリーツータームスウィズ・カストロ・グズマン。mlb.com アストロズプレスリリース。2014年1月18日。閲覧。bas.ebal.reference.com l ジョエル・グズマンマイナーリーグ・スタティスティックス・ヒストリー2014年10月14日。閲覧。2015年度自由契約選手日本野球機構オフィシャルサイト広島グズマン。 来日1号だ。逆転タイムリーだ。ヤクルトは、首位陥落。スポニチアネックス。 http://www.sponichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュベースボ <と S 1> ールスラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ07スラッシュ30スラッシュ kiji スラッシュ k20150730010839720.html2015 年7月30日閲覧ありがとうございます